バイバイブラックバード。はい、今日もまたアバンギャルドミラ強い演奏ありがとうございます。ニューヨーク行ってきた。ああなんか言ってほしい。なわけないだろどこのニューヨークこれ。近所のニューヨーク行ってきたニューヨーク行ってきたか。はいはいはい、まあ、もうやだね、年だけは取りたくねえな。まあ、昔はね、ちゃんとニューヨークってね、英語で書いてあるのがね、流行ってましたけど、うん、今はね、もうあもうね、カタカナ世界で、はい、カタカナでございますからね、はい、カタカナですか、カタカナ世界で参戦だ、はい、ニューヨーク知ってる。だってあのあれだよ、うん、ニューバランスのシューズだってニュって書いてあるんだよ。ニュってニュって書いてあるひらがなで。あ、本当にニュって書いてあるのあるよ。もう変わったね、時代がね。もうね、我らはね、もうこれから滅びゆくお年寄りでございますからね。はい、はい、昔はマディソンスクエアガーデンのね、カバンとかね。あれ持ってるだけかっこいい。お前さ、マディソンスクエアガーデンのさ、うん、あれリアルタイム？そう、あったよ。友達みんな持ってたよ。あれね、我らがもね、若い頃さ、すっげえ値上がりしたんだぜ。え、いくらぐらいだった？わかんねえけど。で、あれ持ってるやつすっげえみたいなになってた。あとカリフォルニア UCLA の T シャツね。あれはそれはね、あったね。UCLA の T シャツを着てるだけでかっこいい。そういう扱いだったの UCLA。そう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 。あとわけのわからない英語の言葉が書いてあるだけでみんながイエイっていう感じ。あ、すごい。まあそれはね。うん、でね、まあ英語の先生のところでね、外人の英語の先生のところでそれ来てたらね、うん、なんかニヤニヤ笑いながらね、その言葉の意味をね、日本語に訳してくれましたけどね。これ何の意味があるのとか言いながら、まあ、なんでこんな言葉が書いてあるわけとか。ね、まあ今はね、日本語が、T シャツに染めてあって、それを、ニューヨーカーたちが着ていたりする。まあでもね、それは全然ニューヨーカー着てないと思うから。そうなん、全然ニューヨーカー着てるやつじゃないと思うよ。でもね、外国人の方がその日本語の言葉を書いたね、T シャツを見ると、ちょっと僕らは、うん、なんでその言葉なん今みたいなね、T シャツに書いてあったりします、ね。まあ、T シャツならまだいいけどな、タトゥーとか取り返しがつかんことになってる人とかおるからね。そうですね。まあ、タトゥーにはね、みんな気をつけようぜ。中学で今日はね、ベイベーブラックバードだったな、はい、それさ、ベイベーブラックバードさ、はい、あれなの？結構さ、うん、あれボーカルじゃない人でもやるの？あ、そうですね、バイバイブラックバードは僕がジャズ圏最初入った時に、うん、最初にやらされた曲ですね。あ、最初にやらされた曲が多くない？はい、でな、うん、そう、結構あるよ、やらされたよ。最初にやらされたって聞いてんだけど、うん、結構厳しい。いや、おかしいおかしい。最初にやらされた曲はちょっと一つにしとこうや。最初にやらされた曲っていうのは結構あって、うん、初日からもういきなりね、最初の日にやらされたって言ったら、これも、うん、前はそう聞いていた。これもやらされたと思ったら、うん、はい、もう当然、あ、初日にやらされたの？そう。あ、そういうことだったのね。それは厳しいわ。最初っていうのはまあ最初の1週間っていうとか最初の3日とかね、うん、そういう単位で喋ってます、ね。いやいやいや、それはちょっとね、広すぎ。いやでもね、大体曲は1曲目にしとこう、うん、あでもね、大体、はい、最初の頃にもうドンパチドンパチやらされるわけですよ。だから最初の頃にドンパチドンパチやらされた曲ってことにしようや、うん、まあでもね、うん、部活といったらね、夕方の何時からかな、うん、3時から6時まであるわけですよ、うん、ね、3時間の間にね、たった10分ぐらいのジャズの曲を何曲やらされるかっていうことですね。たくさんやらされましたけどね。その当時は、こんな印刷物のね、ジャズの譜面なんかないですよ。ない。マジっすか。これとかね。うん、これとかね。なかったんか。ない。全部手書きですからね。あれみたいな、リアルブックみたいなやつか。リアルブック、うん、まあね、リアルブックって自分で書いたんか。はい、全部音楽雑記帳じゃないけど、音楽のね、音楽ノートじゃないんだよね。あ、じゃあ部活に先祖代々伝わるぞみたいな楽譜があったのか、うん、まあね、そうそう、うん、で結構まあ時々怪しかったりするんだけどね、コード進行。それを写して勉強したかなっていう感じですね、うんうん。お前なんか部活の話しとったら顔が暗くなるもんな、いつも。ついてない、そんなことない。そんなこと言ったら怒られるやん。楽しかったですよ。なんかほらほら目が泳いでるしよ。それ嘘ついてる時の目じゃん。いや、嘘はついてないけども、まあね、楽しい反面厳しいところもありましたということでね、うん、厳しい反面楽しいところもありましたって感じだよ。、うん、まあバイバイブラックバードの話
しようや。これって難しい曲なん、簡単な曲なん。これは簡単です。あ、簡単なんや。はい、まあ、あの簡単な部分に入るんじゃないかな。うん、まあ、でもいつかまたこれ、コンサートとかで弾きたいですね。この曲で日本語の歌詞あるん知っとる？どんな、言って。前もね、あんまりね、うろ覚えないんだけど、うん、川端芙美子さんがね、戦前に歌っててんだよ。うん、ちょっと。仲良しいうとこしか覚えてない。仲良し。てん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 。なはかよしがなんかほのぼのした曲だったんやろな。皆さんこれちょっとどっかで見つけたらまた教えてください。まあ YouTube でも引っ張ったらあるじゃんか。川端文子ですね。はい、ね、川端文子さん、いっぱいねジャズの曲歌ってはるからね、日本語で。日本語で歌ってる歌手の方、僕らも結構好きで聴いてましたけどね。というわけで今日は、バイバイブラックバード。うん、バイバイブラックバードをかっこよく弾くポイントを教えろや。そんぐらい教えとこうや。頭何だってよ。ないんですってよ。やっぱり一生懸命弾いたらかっこいい。あ、一生懸命弾いたらかっこいい。